えー、失敗小僧の動画をね、えー、たまにチェックするんですけどちょっと面白そうな動画があったんで見てもう2点だけちょっと知的ですねあのほとんどが結構同意する内容で、えー、まあ例えば特徴法とかのところね特徴とかのところはかなり同意するし私も19年前から2001年から、えー、NHK 集金人問題というのは考えてきました、えー、橘隆がまだ NHK にいて不正経理グランドピアノの不正経理をしていた時から私は NHK 問題をて 問題に、えー、取り個人的に、ね、個人的にファイトしてただけですけどその来た集金人で,で、まあ、2001年の時は集金人っていう人はいなかったと思う確かね、えー、でもその時から考えてたわけね、えー、あのその時は放送法ありましたから放送法の第30何条か分かんないけどそういうのあったんでそういうのはたまにチロッと見てたわけですの、ね、でおかしいなおかしいなと思ってて、えーまあ、最初と確か NHK 職員だったと思う 委託業務委託じゃなくて NHK 職員がそのまま来るのねである時から職員じゃなくてその請負いかなんかかなり質が落ちたんですその前もそんなに質高くなかった <laughs> その前も NHK 職員の営業と思われる人が来た時も質高くなった。 かったし完全に嘘とかつくわけですよであの業務委託になってひどくなった加速したでひどくなったなっと思った時に登場したのが、N、あの橘さん、ね、N コクッズが橘さん、えー、でそ,その時から橘さんを見ていると見ているとねその国営化とかその放送技術とかその辺に関しては。 あのカピッピパラさんとか失敗構造さんが立花さんの昔の動画あんまりよく見てないですよよねあんまりよく見てないからその国営化に関してどういうか NHK 内部でどう思ってるのか政治家はどう思ってるのか官僚はどう思ってるのかっていうのが、まあ、整理されない上でえで、ー、国営化の話が出てくるのね。まあ、基本的に国営化反対なの <laughs> それが大多数なんですね。国営化でその大多数の反対のその反対の意味合いが微妙に違うんでそこを解説していきたいのとあと、えー、失敗小僧さんが言っている NHK の、ね、放送技術の話ありましたけど、まあ、私はですね、えー、NHK が自然にぶっ壊れると思うんですよね。今今 あの生きている人今、無理やり、ね、ぶっ壊すことを加速するっていうのはあのそれはだ,だめだと思うんで例えば NHK 受信料不払い推進運動とか。 スクランブル放送、いきなりね、ぼほっと、えー、不払いをして、スクランブル化させ、そして、スクランブル化したら潰れるからね、だからスクランブル化したら潰れますっていう、ぶっ壊れますっていう、その理屈が分かってないんですよ、その理屈は、担当立花さんの昔の動画を見れば、理屈は分かりますし、私も分かるのね、それは法律の縛りがあるから、で、まあ、ちょっとそこの話になってくると長くなるんで、えー、本題に入りたいと思います。本日例は 2年のの月9日を新会の大,浅大志です NHK 集金人廃止とスクランブル化実現すると立花、えー、とする立花先生の動画についてという失敗小僧の動画を見た感想ですね、まあ。立花先生がスクランブル化するというふうに言い,言い始めてて、そこに関しては私もまだ分かりません。 分かりません。未来のことは、えー、分からないんだけど、な何か立花先生が握ってるかもしれないからね。で、その動画を見て、えー、失敗小僧さんが久しぶりに NHK、N 国界隈の話題を出したんで、私があ面白そうだなって見て、でそこで2点ね、えー、ちょっと指摘したいなっていうのがあって、まず1つはね、放送技術の発展っていうのを、えー、口にしてたんですね。で、そこに関しては、まあ、放送技術も実はオワコンですよっていう話をしたいです。 この業界ねこの業界というのは、まず、うん、無線通信が最初に発展する前にも,もともと有線だったんですよ。すべてが有線電話とかね、そういう通信の最初のもとは、えー、無線よりも最初に有線なんですよ。有線のほうが、要はいろんな条件っていうのが緩くなるんでね、えー、金の問題以外は、金の問題とか技術の問題以外は、まずは、えーまあ、電話もすべて有線だったわけね。 最初そこから戦争が勃発しするわけですよ。で戦争を勃発すると、えーまあ、自分のね、あのー、部隊とかにそういう指令を出す時に無線が使われ始めるそうすると無線が使われると今度傍受っていう問題があって防受とか妨害っていう問題があるんでどん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 無線技術っていうのが、えー、発展してきた。 したがってそのハードウェアねデバイスとかそういうものもしくはその変調技術とかその技術系も無線,無線の通信の変調技術とかが上がっていくねらねいかにどうやってその品質を劣化させないで飛ばしていくかっていうねそしてそれが軍事技術が民間に適用されましただから最初はラジオとかから始まったはずね音声を飛ばす でここですですね気づいちゃったんですよこれ日本日本の、えー、多分第二次世界大戦ぐらいかもその辺りね、えー、に、えー、気づいちゃった人がいるんですよねこれコミュニケーションねコミュニケーションっていうのは例えば YouTube でやってるときに YouTube ライブやったら わーって言ったら、まあ、ちょっと時間差でチャットとかにこうなんか反応できるでしょ、皆さんがね。で、反応するっていうことは、その今見ている人が反応したそのコメントでもなんでもいいんですけど、それっていうのは他の人も見れるでしょ。ってことは、この時点でコミュニケーションがなされるってこと。配信者と受け取った側も受け取った側も配信者になれるから。だから、コミュニケーションっていうのが成立し,してたわけです、電話とかっていうのはね。だけど、そこからあの、それで金かかるから、 有線だと金かかるから無線でやりたいそしてラジオとか民間に適用されてきたんですけどそうするとまず1つはまあ当然金があ,のあんまりかけないでインフラが構築できるっていうことだけどその瞬間にですよその双方向通信から一方向になる垂れ流しになるんですよね。すると あることが可能になるんです。まあ、能する出方だったら分かるんですけど、マインドコントロールですね。私が結構出してきた、マインドコントロールがしやすくなるわけですで。マインドコントロールしやすくなるということは、どういうことかっていうと、大本営発表とかが起きるわけですよね。ね日本軍は、えー、東南アジアとか分からないけど、そっちの方で進攻して、勝ってます勝ってますみたいな、どんどん取ってますとかって、大本営発表ですね。一時情報がないけど、それを受け取った人っていうのは、 ねえー、のーなんていうかこう信じるわけそして誰かがつ専門家とかが突っ込むかもしれないけどいやいや垂れ流しですから <laughs> 突っ込んだってもうチャットとかないでしょ <laughs> チャットとかないから、えー、コミュニケーションじゃなくて通信じゃなくて放送になってくるわけ、ね、で放送の時代が長らく続くわけここからねそこからラジオからテレビになりでそれテレビだって放送の時代、えー、で地上波ね、えー、でじゃあ あの通信の王様って NTT なんですね、NTT はその間、セク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 電話をインフラとして引いていったわけ、そして90年代ぐらいになったら、今度、光ファイバーっていうのをやり始めたわけね。 <laughs> それはインターネットの時代が来るってことでメタル線メタルで ADSL とか懐かしいですよね ADSL とかやってたやつをまああの光ファイバーとかに埋設していったわけですよねセクセクでその間 NHK は何やってたかっていうともうあぐらをかいてたわけですよねで放送技術だ放送技術の時代だっつってたけど時代は実は有線から無線になりそして有線の時代が来ちゃったわけです。 これね、あの皆さん勘違いしてる、5G とか 6G っていうのは、えー、無線の技術だと。えー、菅さんがね、えー、なんつうか、携帯料金下げなさい、競争を激化させなさいって言って、今、NTT ドコモを上げちゃった、あ下げちゃったでしょそういうことをなぜできるかっていうの、皆さん考えたことありますそして、それをやったことによって、どうかっつったら、一強になる可能性ありますよ。NTT ドコモ一強になるかもしれない。 ね、NTT の一挙時代が来るかもしれない。これ、もう何何1年ぐらい前から言ってるよね、私ね。NHK の時代じゃなくて、NTT の時代が来ますよっていうのは、それはです、ね、人口減少、それと世帯減少っていうのが大きな要因だったの。だから2025年問題っていうのが、NHK にはあるんじゃないかって、私は見てるわけね。だけどそれに 加速させて、もともとそういうベースがあるのに加速させてコロナが来たわけ。だからコロナが来たらまあ訪問販売できないとかね、そういうのもあるけど、そもそもが、コロナが来るとえ放送から通信に行っちゃうってことね。だからどん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 通信に行っちゃう可能性があるわけです。はい。だから放送技術っていうよりかは、これからは通信技術になる。で、実はですね、 これ考えればわかる今ねもし仮に中国とアメリカが戦争、まあ、台湾の辺りで戦争したならば日本も当然巻き込まれますよね日本巻き込まれたら、えー、どうするかっつったら多分陸上自衛隊とかは、えー、線を引き始めます線とインフラその線を引くための道路を作ったり。 要は今ある民間の道路なんて衛星で見られてますから中国とかえ他の敵国に見られちゃってますから把握されちゃってますからね <laughs> だからその把握されないインフラを構築し始めるわけ道路とえ電柱ぶったて、そして優先場合によっては埋設かもしれない埋設してやるのねなぜかって言ったら傍受とかされないからねだから最強は実は優先なんですよ 優先最強だってあのあまあ優先もデメリットはあるけどね例えばそこ爆撃されたら線が切れるから通信できないだから無線と優先と、えー、使い分けてやるだから暗号傍受されてもいいようなやつは無線でガンガン飛ばすかもしれないけど結局傍受されたらまずいから、えー、優先化するわけでしょで、えー、民間はどうかっつったらまあ,あのまあほぼ傍受されてるとするじゃない、ね、民間足り流しって傍受されてるとするならばあの えー、あ,あれ、衛星放送で考えたら分かりやすいですよ。衛星放送で日本にね、こう、振らせるものって、ピンポイントで振らせませんから、だから韓国とか中国とかで普通に見れちゃうわけね。だから B キャスの、その不正の B キャスを使ってれば、韓国とかで、例えば日本のアイドル番組とか、わかんないけど、歌番組とかを無料で見てる人もいるんじゃないだって、だからた、た 傍受,、ね、受できちゃうから電波だとね。だけど優先にしちゃうと、えー、例えばあの、うん、とで無,無理でしょその漏れがないから <laughs> 漏れがないから線,線が最強な意味ねそういった意味だよね線が最強なんですよでだけど線だと今度金かかるんですよねやっぱりだから NHK が独自で光ファイバーを埋設してね、えー、やってて。 でだ,んだったら、まだ話は別だけどその光ファイバーとかインフラにかける技術をだから放送技術とか通信技術にかける技術を全部 NHK の職員にやっちゃったからね、えー、職員のこと気に気使ってやっちゃったから、えー、そのインフラっていうのはもう壊滅状態田舎では、えー、NHK はもうぶっ壊れかけてるのね。 NHK はぶっ壊すって言っても、実は n 略家では NHK はぶっ壊れかけてんの <laughs>。じゃあそこはどうなってるかって言ったら NTT に力関係がいってるのね <laughs>。それを我々にあんまりお,おっぴろげに言わないけど、だから、えー、失敗小僧が言ってた放送技術の発展っていうのはあんまりないと思う。 当然あるよ、当然、えー、放送っていうか、まあ、無線通信の部分っていうのは 5G、6G ってありますから端末機と、えー、その基地局との間っていうのは無線ね、有線でつなぐわけにいかないから無線になっていく、で基地局っていうのは周波数、情報量が上がってくると周波数多分高い方に移っていくから、そうしたら基地局の数がどんどん増えていくわけね、増えていくということはそれだけ金かかるということ。 で,でもそう増えたやつがどこに行くかって言ったら結局優先につながるから。<laughs> だから、えー、ソフトバンク、NTT ドコモ、えー、楽天モバイル、AU とか、ね、KDDI とか、えー、UQ モバイルとか、えー、今あるのかな分からないけど Y モバイルとかこういう人たちっていうのは最終的にその電波使うけど電波の先って何使ってるかってったら光ファイバーなんですよ <laughs>。機関は全部インターネットにつなぐでしょインターネットにつなぐということはもうケーブルなんです。 だから物理的に無線よりもえも,うもはや無線じゃカバーしきれない領域にもう突入しちゃったので、ねまあ、いずれ将来は分からないよ我々死んだ子供とか孫の世代ぐらいになったら今度すると無線でもまあ比較的情報動画とかそういうぐらいだったら大丈夫みたいな時代が来るかもしれないけど光ファイバーの技術って何年間 言ってますつっ,ったら研究から含めたら多分ね相当だよ50年とか半世紀以上多分やってると思うよ今は光が最強なのねまあ発電発電ね電気の方はどうかっつったら、えー、あの石炭火力が最強なんだけどね、まあ、ちょっとその話にすると長くなるんでやめますけど放送技術の発展っていうのはもうほぼオワコンですからだからあのいらない <laughs> 逆に言ったらこれ以上発展しようがないのね えー、我々ユーザーというか国民が望むものは、えー、放送ではなく通信でそうなってくるとさっき言ったマインドコントロール <laughs> マインドコントロールがしづらくなるそれはねあの垂れ流しあの,あの コメントを閉鎖したり評価を閉鎖したりする人いるでしょ YouTube でねそれっていうのはどっちかっていうと、えー、その垂れ流し放送放送化したいのね YouTube を放送化して配信したい人であの私のように別にウェルカムであまあ変なやつねめんどくさいやつはブロックとかするけど、えー、まあ反対意見とか普通に乗ってくるわけあのなんとかあの エッチなやつとかやってくるやつとかはブロックするけどね <laughs> だからそういうのはまあ私がブロックしなくても勝手にグーグルで何か検索かけてエッチなやつのリンク先とかでそういうのはブロックされるけどねまあそういう形でマインドコントロールしづらいんですよねであのスクランブル化っていうのは今の現状としてはまあちょっと無理なんじゃないかなまあそれは放送法ね放送法の中で全国あまねくってなってるから え全国あまねく届くようにインフラを構築しないといけないわけでしょということは地上波をあのもう一回復活させるところだからね <laughs> 田舎とかそういうところに地上波を人住んでるところだったら地上波を送るために基地局建ててぶっ立てるかって話。 ね、NHK 職員の給料とかを下げなければその、ね、放送技術、放送技術の中であの枠組みの中で、えー、改,改善されればいいんだけどアナログからデジタルになった瞬間に解約されたの、ここの部分に関しては。分かります <laughs> なんか皆さん、アナログからデジタルになった瞬間に画像が綺麗になって、えー、もう今までのようになんかうっすらザラザラザラざらついたやつとかなくなったでしょでそれによってあのなんか改善されたって、まあ、技術は上がったんですけどだけどじゃあ電波としてどう考えてもいいね電波塔とかインフラとして考えた場合は解約されてるんです。 わかりますで、地上波デジタルになった瞬間に解約されてるの、田舎が取り残されたってこと、じゃ取り残されてるんだったら、じゃあ、田舎の人って NHK 見れないんですかって見れてるでしょ、それなぜかって話、NHK 金出してるんですかって話、ね、受信料から全部出してるんですか、だから、本来であれば、えー、なんていうかねあの、N、2011年を境に、おそらくですけど、あの受信料上がらないといけないの、爆上げしないといけないんですよね。 品質改善されたんですよね。ざらついていたやつがきれいにくっきりしたわけですよね。全世帯がね。ということは、その分の金、徴収しなくてどうですかってこと。ね。2011年を境に、めっちゃあの契約数増えた。まあ、徐々に増えていってるんだけどね。それは世帯数が増えていってるから。 わかります人口は変わらないかももしくはじゃじゃ微増なんだけど世帯数が、えー、増えてるのは核家族化ってことですね核家族化してるから今までは NHK はあぐらをかいてたので、えー、契約件数のその何、えー、ていうかね何パーセントって出すのはね立花、えー、先生の動画を見てればわかるけど立花先生の動画を見てればわかるんですけど NHK 職員が、えー、ホテルに行ってそしてホテルの契約取ってくるのね。 はい、どうですか今、コロナですよね、えー。トラベル、やばいですよね。<laughs> ねえー、ホテルの人、えー、全然泊まってない部屋の NHK 受信料、払うわけねえじゃん。ね、潰れていくのに、払うわけねえじゃん。だからどういうことかっていうことを、非常に厳しい風が吹いている。人口減少と世帯減少ね。 でこれを世帯減少してきた時に次やる手立てが私のところにこ今年届きましたけど、えー、世帯契約から今度 NHK はなんと個別の受信機受信機ごとの契約に変えたいなっていうのが腹積もりがあったと思うのね。 コロナでやばいからそれを今布施していってんのでもそれどころかまあいろいろ迷走しちゃってるだからパニックになってるんですよ今コロナでパニックになってるのそれは今までの人口減少と世帯減少っていうのは見越してたのそのねその厳しい風は見越してて NHK がいろいろ策を模索してたのねインターネットに行こうか放送をして通信に行こうかとかこう模索してたところにコロナが来たからブカーンってなっちゃったわけねだから N 国じゃないんですよ コロナがコロナによってボガンってなってるわけね。で、その中で、えー、スクランブル化はね、現状の放送法ではまず無理ね。えー、全国あまねく届けないといけないという縛りがあるから、だからそこの部分をどうするかで妄想としてはケース1とケース2があって、まず1つは有線をすあ無線を捨てるってことね。もう優先でいくと、えー。そういうことはどういうことかというと、放送法じゃなくて放送通信法とかね。通信法とか。 だから放送で流していたものを放送通信とまあ通信技術を使って放送だけっていうことできるから双方向通信だけど一方向だけを遮断するとそれはあの放送の完成だからね通信の技術でそうなるとどうなるかっつったらまあその中で国営化みたいなのがされていく可能性があるだってその中でスクランブル放送しても誰も見ねえやってなるから多分ね ねえー、ア,アマゾンプライムとかに今 NHK オンデマウントとかパッてあってまあ何人かは契約するでしょうそれはねどうしても見たいやつとかあると思うからねだけどあの万人が契約するかって言ったらそれはちょっと微妙なところなわけですねということは NHK はどうなっていくかっていうと NHK の力が NTT にシフトしていくわけねこれシフトしていくわけ、えー、もしくは我々国民にシフトしていくのね でも,もしね、をあ無線を捨て、優先になるということは、もうそれの時点で通信できるから、であえてあのその部分、片一歩の方を遮断するということになるとえ、え、我々はマインドコントロールしようとしてるんですかみたいな感じになっちゃうからね、そういうのに気づいちゃうから、これからの世代はね、我々より上の世代とか、我々の世代は無理、もうもはや無理、テレビっ子たちが多すぎるから無理なのよ。 だからみんなテレビを捨てた方がいいのね <laughs>。そもそもテレビ、NHK とか民放も見ない方がいいのね。新聞とか、一方向法しかないから、それにああだこうで言ってもね、あの蹴られるから、だからもう双方向通信にしてない限りは、もうそういうマインドコントロール感にあるっていうふうに思った方がいいのね。はい。 でその次、ケースに地上波を残す方ね、それは放送法の中に、まあ、教育法とか入れて、学校教育の中で NHK とかそういう放送の地上波を使う、無理くり使うっていうね、まあ、その瞬間に国営化なるならざるをえないんですけど、そういう道もある。だけど、それはちょっと危険なんですよ。私、その危険のところをちょっと国営化で、えー、話していきたいんですけど、そもそも NHK なんでできたかってことでしょ。 それは大本営発表になったらまずいからなわけですよ。わかります、えー、放送、ラジオでもテレビでもそれは一方向の垂れ流しですからだから、独裁的に言論統制でできちゃうのだって他から上がってくる言葉を伏せて多くの人にある一つの情報を降り注がせるからね。だから、日本軍は南方でめっちゃ勝ってますとかね。 真珠湾攻撃大成功とかねまあいろいろできちゃうわけねだから第4応援発表できちゃうからそれはまずいねっつってみんなで金を集め合ってそして公共放送を作ろうっつったこれが原点だからだから原点が国営,か国営放送的になってくるのがそれはあまりにも政府とか軍部にその力がいくからだからそれを分散させるために公共放送っていう道を選んだわけでしょ ね、だからまあ国営化、まあ、私はまあそれからもう通信の時代が来るという、NHK から NTT の時代が来るってそういうことね、えー、要はあの、金の出どころを公共化しただけでしょ、それってねそれ、それしかなかったから、今まではね、これからは、の大本営発表を封じ込めるためには、金の出どころていうかは、むしろ双方向通信にするっていうほ、えー、あがいいのね。<laughs> だから NHK は NHK でやったときに NHK にこうチャット欄みたいなのがあって <laughs> チャット欄みたいなのがあってぶわーっていろんな意見で集約してこう自分で選べるみたいなね <laughs> そういうことにすることによってある変更報道がなされたときにこういう意見もあるねこういう意見もあるねというのが見れるようになるのねだからヤフーのあれ,あれと同じ Yahoo! の記事って相当変更してますけど <laughs> でで。そして ある人に対して、うん、その検索機能としてこのニュース好きねあなたこのニュース好きねってどんどんやってくるでしょだからそういうふうにやってくれるけどそのニュースに対するコメントも同時に見れるからそのコメントでちょっとバランスを保ってるようなイメージ、えー、一方向のその報道から双方,向双方向通信にやってよってそのマインドコントロールの協力されるやつを 抑止するるみたいいなそういうとこがあるからねだから国営化に関して反対と賛成があるんですけど、えー、大きくねこれあのざっくりとしたやつね、えー、大きくこうなんですよね NHK ほぼ全ての職員志のある職員は反対しますねでほぼ全ての職員が反対するっていう考え方は、えー、私からは出てこないこれは NHK 内部にいた人から出てくるそう立花先生です 立花先生が2014年か分からないけど結構前に言ってたあ、NHK で反対するのらそりゃそうだよねって分かりやすいのが海上保安庁の例えなんですよ分 <laughs> かりますね海上保安庁の例えこれ失敗構造とかカピパラ見てないんだよカピパラとかあのなんか失敗構造を見てないの見て,見てるとするなら知っときながら知らないふりしてるだけ だからそれちょっと卑怯ね何が卑怯かというとえ国営化されたら要は NHK の職員が、えー、税金で動くということになるでしょそうしたときに比べられる例えば海上保安庁とか、ね、日本の 沿岸を警備するというすごい、すごい、危険で、危険と隣り合わせで、だから中国漁船とか体当たりとかしてくるわけでしょ、だからそういうのをえ必死に守ってる職員数って、1万2000人います、だから NHK の職員っていうのは1万人ぐらいだから、ま、だ大体同じぐらいねで、予算規模、海上保安庁がちょっと古いですけど、2200億円ぐらい。 た、えー、や一方、NHK といの7000億円ぐらいね、もうこの時点で3倍ぐらい、3倍以上の差があるってことね、えー、NHK 職員の給与、1100万円、えー、1300万だったかな、分かんないけど、詳しくは分かんない、で、福利厚生入れたら1800万ぐらいになっちゃうんでしょ、あの橘先生がわけね。えー、でということは、これ、もう年金もあるからね、年金も含めて退職金、退職年金、企業年金みたいなもえー、あと、それ全部、全部、 かっかてくるから給、ね、与の厚生年金だって月額報奨額で決まるでしょだからそこの問題が出てくるんだけど、まあ、ちょそれちょっと話長くなるんでで「家事保安庁は今659万円でまあ700万ぐらいね」で福利厚生入れたらもうちょっといくかもしれないけどそれどういう基準で出てきてるかちょっと詳しく分かんないけど、まあ、予算規模を見たらまあ、えー、ダブルスコアはあっても変じゃないわけ。 だから NHK の今の、えー、そういうふうなつけられてる人高額の給料でつけられてる人たちが反対しないわけないじゃん。だって国営化なったら給料をその海上保安庁並みに下げられるかもしくは職員が減らせるかね、まあ、これは徐々に徐々にやっていくと思うけどね徐々に徐々にやっていくけどそうなるんだもの。でそして えー、そもそもほ昔はですね、放送技術って言ったら、ーみたいな感じで、だからそれこそ、なんかすごい難しいことをやってる、やっぱ頭のいい人とかいるからって思ったけど、今、今インターネットの時代でしょって。<laughs> だからつ放送はオアコン化していって、通信のほうがむしろ難しいのに、特に移動通信とかね、移動通信とかのほうが難しいのに、放送技術なんてね、あの、 地震来たら終わりだからね <laughs>。地震来て停電起きたら、持ち歩けないはえ電力、ね電気ないときにソーラーパネルで動かないし、大型のテレビなんて <laughs>。でもスマホってソーラーパネルぐらいで動くでしょ。だから、そういうね災害時にも強いし、だから通信技術の方がいいわけですよ。災害とか考えたときにね。だから、ちょっと話ずれたら戻しますと、国営化を反対するのはほぼすべての職員。あとは、志のある職員。 これね、立花先生が、私は一応入ると思う、あのその辞めてからはね。 やってる間はグランドピアノの不正経理とかしてたわけだからそれは志のある職員っていう風に言えるかどうかはちょっと分かんないそのねえ冬のそなたを持ってきたとかっていうあたりが本当に志のある職員だったかどうかそれはちょっとか定かではないけど志のある職員はだから第4放演発表とかそもそもの NHK の成り立ちってものをちゃんと勉強してるんでだから反対するわけですよねね国営化したら国営放送化するってことだからね うん、まあそれ,それはいいとして。で、官僚はね、真面目君はやっぱり反対するよね。それ知ってるからね。志ある NHK の職員と同じで、官僚も真面目君は、それは反対する。反対するわけ。で、えー、政治家、頭の良い一部の政治家は、それは知ってるから。<laughs> でも、一部しかいない。残念ながら。反対する。国営会は反対するわけ。だって、あのー、ね、その、なんていうか、その、金の、えー、 あれでさ私からしてみれば頭の良い一部の政治家が反対する国営化ねさらに、あのー、もっと頭のいい人になると今度こうなるのね国営化したら自分当選しないやって <laughs> そういうことなんですよ、えー、自分が当選しないっていうことが可能になってくるわけ国営化にするとね だから忖度の時代が投入,投入されるわけです、この世の中にね、国営化されたら。だから私はですね、やっぱり国営化するんだったら、まあ、放送じゃなくて通信にすべきなんですね、通信の国営化はありうる。だから前言ったケース2の教育に放送、放送、地上波を残して放送を導入すると、私は反対、生き残れる、NHK 生き残れるけど、やばい道に、えー、行っちゃう可能性があるんで、えー だから私は反対。まあ、行くとしたらケース1の国営化ね。えー、ネットに載せると。ネットに載せる国営化だったらまだあるね。えー、でないと政治家の方々はあれですよあの、うんと。頭のいい人だったら気づいてると思うけど、国営化は反対したほうがいい。頭の悪い政治家は、えー、その、なんていうかまあ、それはほとんど大勢なのね。 賛成するともう頭の悪い政治家は、えー、賛成するともう国営化にねでもそし,しかも多数だからもしかすると国営化になっちゃうかもしれないそのままねそのまま国営化になっちゃうかもしれない NHK の,の職員 が半分になったりもしくは給料半分だったりそんなのどうでもいいやっつってなっちゃうかもしれないけど最終的にめぐりめぐって自分たちが次当選しないかもしれないというコントロールのもとにえ当選されないかもしれないという時代がやってくるかもしれないからねだから目先のことだけ言うと賛成する人があるでほら賛成する人ね NHK の年金問題がない人これっていうのは今入りたてのピチピチの NHK 職員とかはあの賛成するかもしれない な,なくなるよりかはマシって思うでしょ、えー、給料が平均給料が1100万分からない1300万が、えー、海上保安庁並みの、えー、700万になってもなくなるよりはマシって思うでしょそ他の企業よりもあ企業とか公務員よりはいいかもしれないからねマシしかも安定だからマシって思うでしょ でえー、あ逆に言ったらば年金問題がある人ねあもうちょっとで退職するっていう人は絶対反対だよね <laughs> あともしくは今まで払い続けてきた人ね <laughs> 今までその年金を付加方式で払い続けた人たちは今までこんだけ払ったのにもしこれ国営化に乗ったらえ我々年金もらえないんじゃないかみたいな状態になるから多分反対するのね <laughs> 国営化に対して NHK の職員あとは役員役員は、ね、賛成すると思うよだって 関係ねえもんほとんど, <laughs> ほとんどかそういう問題ないからそういう問題ないから別にどうでもいいやって国益かなってもいいやって思ってると思うよあとは中堅より下ね中堅より下 <laughs> ピチピチのやつね で官僚不めじ、不真面目君は、えー、官僚って基本的に頭いいの <laughs>、えー。反対する人も賛成する人も官僚にはいると思うけど、頭は基本いいとしてね、まあ、中にはあの何、会議室で覚醒剤ぶち込むっていうね、<laughs> 会議室で覚醒剤をぶち決め込むという、そういう頭の,わあの悪い、IQ が低い官僚いますけど、基本的には勉強できるし、頭もいいし、 ね、あるでそこに志があるかないかで言ったら、まあ、ないような不真面目君は賛成するでしょう。で国営化にして、ね、国民とかその政治家を思うように操っちゃう可能性があるからね。 今のところ、あのそのだから人,人事権の権,権力を、えー、政治家から取り戻すというか官僚寄りにしちゃう可能性があるので、不真面目君は多分そのあの知ってるから、すべて知ってるから、私なんかよりもはるかにいろんな策略を打てるでしょうから、賛成してくるかもしれない、国営かね、でそして官僚が、えー、あの先生っつって、政治家の先生にあの賛成しておいたほうがいいですよっつって、頭の悪い政治家はそれに乗っかって。 一部の目先の利益だけを見て乗っかってきて国営化されてしまうかもしれないそれはちょっとわからないね。で、ね、そういうことなんですよねだから基本的には NHK ができた時には、えー、その権力の集中とか国営放送が、えー、まずいからそれは戦争の反省だったわけですよね。 で、国営化、国営放送だったらね、これはあれですよ。あの私が今、しっきりに挙げている、えー、新型コロナはただの風かね。<laughs> 国民主権の平塚くんたちが主張する、まあ、平塚くんとか、N、科学者武田邦彦っていうのは、皆さんに表だって、えー、SARS2 ていうのは、ただの風ですよ、新型コロナはただの風ですよって言ってるのが、表だって言ってるでしょ。だけど、本当に。 なその事態が本当にやばい例えば旭川のような医療崩壊しているような、ま、た私は医療崩壊していると認定してますからその医療崩壊しているようなところ、えー、においてはただの数として扱いたいんですよそれね自分たちの政治責任とか問われちゃうからね問われちゃうから政治家はただの数として扱いたいわけだからそういう時にそういう時に国営放送っていうのは寄与するわけね,ねあの武漢と同じよう ね、ただの風ですって言ったらただの風になるから <laughs> わかります、ね、明らかに実態としてはその辺病院パンクしてるしゴホゴホ言ってるしね、えー、武漢じゃないところで手術受けるんだったら金かかるけど武漢で手術受けるんだったら、えー、ただになりますつうからだから国がね国がただの風邪ですって言ってるんだからあのじゃあ 親父を武漢に飛び寄せて取り寄せて <laughs> そして武漢の病院で手術するそういう人骨折の手術だったら骨折の手術は成功するけどコロナにかかって死ぬってことでしょだから情報隠蔽とか簡単にできちゃうわけ国営化するとね、えー、だからそういうチェック体制とか、えー、機能してないでしょってで今の NHK どうか、ね、国営化じゃないよね公共放送だよねだ,だよねだけどそれチェック体制として、えー 生きてるかては全然違うでしょだから、権力が集中しすぎちゃってるのね NHK にだから私は、えー、放送から放送通信の時代に来てほしいなって思ってるよね。で、それに加速させるのがコロナ。<laughs> コロナね、えー。黙ってても自然に人口減少と世帯減少により、あのー、それが訪れる。その時に NHK どうしてくるかっつったら、えー、世帯契約から受信機の設置数前。 えー、テレビ、簡単に言うとテレビごとに契約していきましょう。b キャスカードごとに契約していきましょうっていうのが多分 NHK の作戦ね。作戦だったんですよ。長期的な出版それだいぶ前から決まってた。多分ね。2011年ぐらいからもしかすると決まってたかもしれないね。人口統計って合いますから、人口統計の何十年かも見たときに、ここら辺からこういうふうに予算がなって、それを見越しておそらく、 あ,のあれですよ採用とかも決めてる NHK の職員の採用とかも全部決めてると思うねだけど予想定外が起きちゃったわけそれがコロナなんですよねコロナ <laughs> だから今、えー、パニックになってるのはそれは大体わかるんでそれは N 国党の活躍じゃない <laughs> N 国党の活躍じゃないコロナなんですすべてでコロナは確実に何て言うんですか アメリカを蝕んでますそれなぜ蝕ばむのかは皆さん分かると思いますけど国民主権党を見てる人だったら分かるけど新型コロナはただの風邪マスクを外そうっていう人が1億人ぐらい私はいると思うんですが <laughs> アメリカ人の中で国民主権党の支持者と同じ頭の人が大体1億人ぐらいいる。 その最たる例がトランプでしょ <laughs> トランプと同じ、トランプ本心本は分かんないけど、そういう発信してるから、1億人ぐらいがマスクしないでしょ、そもそもがね。マスクしたらアメリカ人の命が救えるっ,つっていうのにマスクしないでしょで、それよりももっとひどいのがスウェーデンとかでしょ全然しないでしょだから新型コロナはただの風邪っていうふうに思ってる人がいっぱいいるってことね、スウェーデンとかね。 だから、その国民性を変えるっていうのはなかなか難しいけど、日本はそうならなかった。それなぜかとっ,ったら NHK でしょだから、メディアウイルスじゃなくて、メディアワクチンなんですよね。私からしてみれば、NHK ワクチンがそうさせたと思うんですよね。だから、それがいいか悪いかで言ったら、ちょっと微妙だけどね。 マインドコントロールの,その力が強すぎてだけど今我々インターネット世代になってくると双方交通信ができますからだから垂れ流しじゃなくなってくるんでそこで大本営発表というのが生まれにくくなるのだから金の出どころの問題じゃなくて今までは金の出どころね国営化だったら税金でしょ税金だったらそれを司る官僚とか政治家 こっちの方に力関係がシフトしていくよ、ね、で、その最たる例が、えー、あの日本の敗戦でしょ、敗戦、えー。300万人死んだってことでしょ。えー、いけーっつって、竹槍2本で、竹槍2本で B29 撃ち落とすでしょ。アベノマスク2枚でウイルスに立ち砕こうってことでしょ。同じでしょ 竹やり2本で B2 塾ぶっ刺そうとしてたわけですよね。で、東京大空襲で何十万人とか分からないけど死んでる中で、その東京大空襲の焼け野原に、バケツリレーで火消そうとしてたわけでしょ <laughs> バケツリレーで東京から離れるってことをしないで、バケツリレーで火消そうとしてたわけでしょで、それを可能にしたのが大本営発表でしょって。今、あんまり変わらないよね。ね、GoTo で行こうとかね。 GoTo で行こうとか、GoTo ってその、だから今、旭川でやばい、旭川に爆弾降ってきてるところに、そこにあの軍医ですね軍医、<laughs> 自衛隊の医者とかを派遣してるんですよ、違うでしょって、その爆撃機を倒さないといけないのね。<laughs> 我々は爆撃機を倒さないといけない、もしくは爆撃機の発着機を倒さない、発着するところを倒さないといけないのに、そういうことをするわけね、そういうことに、実はそういうことにも寄与するんです、NHK っていうのはね。だから、NHK は、今あのところはワクチン的な作用を施してますけど、本当に事態がやぶくなってきたら、それこそメディアウイルス化する可能性はある。 メデ,ィアにメディアウイルス化するかもしれないでもそのメディアウイルス化する時っていうのは表面上はただの風邪って言わないながら実,実際はただの風邪として扱うからねだから平塚君寄りの方向に、えー、お仲間になってくから。 でそれを阻止するのが実はインターネットなんですね。<laughs> いろんな意見がある、いろんな YouTube もそうですけどいろんな意見があってそれにコメントとか、えー、チャットとかやるわけね。それをみ,みんな見ることによってそのマインドコントロール力が下がるからだから金の出どころじゃない、えー、受信料という金の出どころじゃなくて今度、えー、その金の出どころも当然重要なんだけど あの双方向通信ができる状態をえ確保しておくっていうのがその一つの権力に偏らないそういう策なのかなっていうことでえまあ放送技術の時代はオワコンで通信技術の時代じゃないかなと。でそうすると立花さんなんかは 5G がこれからの時代だって言い始めるのね。5G もえ確かに双方向通信で無線だけど 最終的にその無線の部分はどこにつながってるかって優先だからね光ファイバーケーブル最強ってみんな覚えておいておいて1万倍ぐらい違うはずよちょっと分かんないけど情報の量って物理的にその,あの変調技術とかでも違うんだけど1万倍とか桁が違うの無線と有線の光,光でやるのでは1万倍ぐらい違うの光も電磁波でしょ最終的にねまあいいや はい、以上です。